川崎市、中原区新丸子東。新丸子東は、神奈川県川崎市中原区の地名。現行行政町名は新丸子東1丁目から、新丸子東3丁目で、いずれも住居表示未実施区域。郵便番号は211-0004。クレール武蔵小杉中原区中心部の一角にあたる、区域。東急東横線新丸子駅東口から、JR。 東急武蔵小杉駅にかけて広がる住宅街、商店街があり、北から順に1丁目、2丁目、3丁目が設置されている。新丸子東3丁目の一部は、武蔵小杉エリアの再開発対象地域として、高層ビル建設が続いている。西は小杉町3丁目、新丸子町、北は丸子通り1丁目、東は上丸子八幡町、 上丸子山王町一2二丁目、上丸子、南は一の坪、中丸子、下沼美と接する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵小杉駅横須賀線口、新丸子東は JR 南部線。 東急東横線と JR 横須賀線の線路が集中する区域で、新マリコ駅や武蔵小杉駅が利用できる。新マリコ東3丁目の地下には、南武線の武蔵小杉駅と横須賀線の武蔵小杉駅を連絡する通路が通っている。新マリコ東2丁目を川崎市道川崎駅マリコ線が東西に通過している。また、新マリコ東1.2、 三丁目にかけて、神奈川県道2号東京マリコ横浜線が南北に通過する。その他、以下の路線が周辺地域を通過している。武蔵小杉駅の各出口に停留所が設置されている。武蔵小杉駅の構造の都合により、停留所が複数に分散している。横須賀線小杉駅、小杉駅東口、小杉駅、 入り口グランツリー前の各停留所が新マリ子東山頂を目にある。ありがとうございます。